アントニオ・デ・ウジョア・ミッター・デルムンドにある、アントニオ・デ・ウジョアの胸像。アントニオ・デ・ウジョアは、スペインの軍人、探検家、天文学者、最初のルイジアナの行政長官である。1735年に、ペルーに渡り、1744年まで、そこに留まり、1748年、南米小王国紀行を出版した。プラチナ鉱石についての記述があるためプラチナの発見者とされる。セビリアに生まれた。1733年海軍に入隊。1735年、ホルヘ・フアンと共にフランス科学アカデミーによる測地遠征隊の一員としてペルーに渡り、45,000個超の測量に従事した。1736年から1744年まで南米に泊まった。その間コロンビアのピント川の近くでプラチナが発見されたことを帰国後フアントの共著として出版した南米小王国紀行。南米ペルーのウアンカベリカの司令官として1758年に赴任。1764年までその地位にあった。1762年にスペイン領になった。ルイジアナの初代行政長官として、1766年3月5日、ニューオーリンズに赴任したが、フランス系住民はスペインの支配を認めず反乱を起こしたため、ウジョアはルイジアナから逃げねばならなかった。その後は海軍の軍人を務めた。スペイン南部のカディスのレオン島で没した。ありがとうございます。